さん大人散歩、今日は諸山町に来ております。さあなんだかねおしゃれなお店、そしてビニールハウスもあるんですけれども、ちょっとこちら見てください。いちごのイラストが書いてあります。気づきました？私15の夜、これいちご、いちご、早速伏線回収ができた。さあじゃあちょっといちご気になるので行ってみたいと思います。私松井咲子がちょっぴり大人なスポットをご紹介。大人散歩、さあビニールハウスにやってきました。私ねいちごに目がないんですよ。でいちご狩りもねたくさん経験あるんですけど、なんかおしゃれすぎません？何これ、こんなおしゃれなビニールハウスはちょっと初めてかも。素敵。なんかとってもおしゃれな雰囲気ですね。 ありがとうございます。すごいなんか細かいところまでこだわりを感じるんですが、はい、まあ、自分が結構こう雰囲気が好きだっていうのもあるし、来てもらったお客さんが、まあ、こうちょっとでも、ね、楽しく過ごしてもらえたらなっていうふうに考えて、まあ、自分で作ったりとか、スタッフさんと手作りしたりとか、まあ、知り合いの造園屋さんにちょっと手伝ったりとかしてもらって、まあ、作ってます。すごい、はい、ありがとうございます。おしゃれでびっくりしました。ありがとうございます。さあこちらではいちご狩りの体験ができるんですよ ね。はい、ちょっと私も体験させていただいてもいいですか？ぜひぜひ。はい、お願いします。早速挑戦したいと思います。楽しみ。すごいいい香りします。 ありがとうございます。甘い。取り方とすると、まあ、軽くこう持ってあげて、こう引っ張っちゃうと枝ごと折れちゃうんで、この先っぽをちょっとこう上に向けるじゃないですか。うん、でそのままこう引っ張ってあげると簡単に取れるんで。なるほど。わかりました。はい、ちなみに食べ頃というか取り頃のいちごは？そうです。やっぱ上までしっかり赤くなってたりとか、はい、そうですね。あの色艶がいいものがおすすめです。わかりました。はい、このあたり真っ赤で。バッチリですね。はい、いい感じ。これ取ってみようかな。ちょっと上に。で、まあ、ですね、そう、そのままちょっと引っ張って、はい、取れました。なんかハート型みたいで可愛いですね。そうですね、いい香り。いただきます。甘っ。みずみずしさもすごいですし、お砂糖が入ってるジュース飲んでるようなくらいの甘さですね。こんな自然に甘いんですね。おいしいわ。なんか一気になんか今肌に潤いが与えられた感じがします。いやー、美味しいイチゴをねたくさんいただいてもう大満足なんですが、ここでゆかいさんにクイズです。先ほどうつきさんからお伺いしてなるほどなと思ったことがあるんですが、こちらの黒いホース何が通ってると思いますか？ A 水、 B 栄養分、 C 二酸化炭素。さあどれでしょう、ゆかいさん分かりますよね？これだ。お、うん、B、うん、栄養分、うん、なぜですか？これ B 型だから。さあどうなんでしょうか。どうだ、はい、突然の血液型。正解は C の二酸化炭素でした。ハウスの中にはたくさんのイチゴがあるので、植物が光合成に使う二酸化炭素が不足してしまうそうで、それを補うために送っているんだそうです。さあゆかいさん分かりましたか？ちょっとびっくりですよね。でもあの二酸化炭素があるからこそより美味しいイチゴができるんじゃないでしょうか。本
くて美味しくて幸せな時間でした。そしてこちらには売店もあるんです。いちごのね、いろんな商品もございます。さあということで、スタジオのゆかいさんと塚田さんにもいちごをプレゼントしますので、ぜひ食べてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでスタジオにも届きました、うん、はい、紅ほっぺだそうです。本当に紅のようなほっぺですね。だから紅ほっぺか。はい、いいんですか、いただいちゃって。どうぞゆかいさん。こんな真っ赤ですよ、なんか保護色いいですね。じゃあ早速いただきます。いちご、これいちごっていうのは確かなんでね、この食べるときにこの臭みっていうのが、ヘタ、ヘタ側、ヘタが、ヘタを取ってヘタ側から食べるっていうね、ヘタしないでね、ヘタせず、うん、うまい、おいしそう。あ、素晴らしい出来。これはね、積み立てのようなうまさですね。甘いし酸味もしっかりあります。しかも大きいですよね、やっぱり、ね、すごい、うん、やっぱり二酸化炭素がいいんですかね、成長には。いただきます。あれ B 型じゃなかったっけ。私 AB 型です。あ、そうか。 AB 型どうですか、 AB 型のアナウンサーは。うん、はい、 AB 型の甘い、うん、すっごくみずみずしいですね。ああ、果汁がたっぷり、うん、果汁ですね。うわ、おいしい、うんうん、これハウスで取ったらまたなお美味しいんでしょうね。もう溶けちゃいますよ。はい、皆さんもぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。いちご。ここまでは大人散歩のコーナーでした。来週もいちごがいいな。欲しい。